しよう、耳かけとこうかな。こんばんは。ちょっとコメント携帯で見ていい？いいよ、ありがとう。あら、イブちゃんもショールームやってる。しかも半からって言っといて28、7分から始めちゃった。まあいいか。効果も今日なんかね、そんなね寒くはないんですけど、いや寒いけどね、本当に寒っていう日に比べれば寒くないけど、まあ昨日が暖かかったんでね、すごい福岡昨日の暖かさすごかったから、今日が余計に寒く感じる。晴れてたしね昨日、今日曇りだった。ちょうどそうちゃんのこと考えてたって。髪サラサラ、いや全然ですよ。いやね、今日ね、もう本当に髪の毛やるのがめんどくさくて、でもせめて周りの毛だけストレートにして、前髪はねもうボサボサでいいやと思ってたんですけど、なんかさすがにやばいなと思ってセットまではしてないけど、しました。トレーナー好きだね。家じゃなんかいや、なんていう、好きです、はい普通にお出かけして帰ってきた後だとかだったらさ、ブラウスとかニットとか着るけどさ、家で何かやるってなるとわざわざ着ないかな。今日は何時に起きたっけ？昨日よりは早かった。なんか告白された気分になった？じゃあなんか言った？さっき好きみたいなこと言った？あれ言ったっけ？あ、好き、トレーナー好きですって言ったか、それか。あ、そう、アップトゥーボーイさん予約始まってるのかな、なんかそんな気がする、そんな気がする、なんか始まってた気する。うん、あ、これ EX 対象だった、始まってる。同じく HKT48 より宮崎さんの初登場って書いてあります。始まってます予約。あ、ポケモン GO 開いちゃった。10ページもあるんですって、びっくり、びっくりなんですけど何カットぐらい撮ったっけ？ 1,2,4。 あ、でも確かに結構撮ったかも。はい、撮りました。室内にも、室内メインで外
後にもちょっとちょろっと数十分ほど外出しました。お楽しみに。晩ご飯は食べてません。迷ったけど食べてない。そのセンス、なんか質問返しみたいになってる。まあ1ヶ月に選手が過ぎてプレゼント悩む期間来た。何でも嬉しいですよ、本当に。なんか本当に嬉しいです、本当に嬉しいです。何でも。今日はいろいろなお菓子買ってきた。その最近一日一お菓子やってる気がする。昨日はやってないか。でも最近やってる一日一お菓子。なんかそれがやらなきゃいけないみたいな。なんか勝手に。タワレコと HMV はそのちゃんのポストカード作ってね。だからタワレコさんと HMV さんでアップトゥーボーイを買うとそのポストカードが作ったことですか。すごーい。ですって皆さん。それは予約できないの？それも予約分でそこでもらえるのかな。あ、オンラインがあるのね。タワーレコード店舗タワーレコ、あ、本当だ。オンラインで買えるみたいです。皆さんそこで買うとそのポストカードがつくみたいです。タカさん、クマありがとうございます。0925さん、書きましたよ。あのニコ生のやつありがとうございます。書きましたよ。あ、見たかったコメント消えちゃった。こうやって戻ってくるのかな。なかなかのページ数やね。ポストかもらえるみたい。あのアップトゥーボーイさんのあのあれツイッターにいろいろ書いてあります。セブンネットで買うとミクさんのポストカードがついてくる。限定絵柄のポストカードって書いてある。すごいですね。まだでもあれじゃないですか、まだあと1ヶ月ぐらいあるから発売日近くなると出るんじゃないですか。なんかカメラマンさんに見つけてもらいました。そのがいい、そののいい顔をその顔が、その顔めっちゃいいっていうのをカメラマンさんと、あと編集部の方とかメイクさんとか衣装さんとか、その顔って言われる顔がありました。なので今後いっぱいしていくんだろうなって思います。でもまださあれじゃん、あのまだあと1週間2週間遅れたところで、ね、もしまだ1週間後に予約してもありそうじゃないですか。だってあと1ヶ月
ついじゃあるでしょ。さんちゃん、スマホケースこれあれもともとね違うやつなんだけど、ここは花絵だったんだけど壊れちゃって、ファンの方にもらったメタモンつけてます。特典は早めになくなることがあるなら買うなら早い方がいい。だってだってみんなまだいいやと思ってたらなくなることあるんですね。ぜひみんなもう買ってみてください。そのポストカードがどんな感じかもわかんないし、どんな仕上がりになってるのかもわかんないのであれなんですけど、髪黒くなってないです。 EX 大使は笑顔たくさんで最高に可愛かった、ありがとうございます。って書いて、ぜひアンケートに書いておいてください。笑顔がたくさんでよかったですって。明日だっけ、その31と思ってた。ラブリンスの発表30、なんかそういうのって全部切りよく考えちゃう。30か、だから明日の17時までに、でも17時に投票 したとてさ反映されないかもしれないから、明日の15時ぐらいまで、16時とかかな、16時ぐらいまでに投票しとくと反映されるのかな、もしかして。特典なしでも美味しい、うん、ありがとうございます。特典なくてもで特典つくのすごいよね、びっくりした、その知らなかったから今日ツイッター見ててあれ？これそのポストカードなんかあんまり理解ができなくて、するような時これつくんじゃないと思って、うん、びっくりした。そうギリギリにしか、ギリギリに投票しちゃうと反映されない可能性がある。お昼までにお願いします。びっくりしたね。あ、もうどうせまたうるさいって言われるんでしょ消すよ、ここへながらやるよ。昼までには投票しておきます。今夜投票しておきます。ありがとうございます。なんかさ、そうやって割とコメント移り変わり、ん？話移り変わりするからさ、ちょっと前のコメントにさ戻るとさ、何の話にコメントしてるか分かんなくなって、
のが。マイシュさん、クマありがとうございます。マイシュさんもあれだよね、そう書いた気するよ、博多誕生会のやつ。あ、なんかあれだね、ショールーム見てるとさ、あの、あ、書いたって人がたくさんです。ありがとうございます。来週オンラインじゃんって。2月か。2月5 6 だけ。あれ、あれ、ボンコオンライン。RKP さん、リコちゃん、クマありがとうございます。イエーイありがとうございます。オンラインあるかな。そう、目、上まぶたと下まぶたにラメ入れてる。確かに家でできたらいいのにね、オンライン。あら、みみみちゃんありがとう、くま。たった今タワレコで予約してきた。ありがとうございます。初お話し会なんだけど、これ行った方がいいとかある？ないです。ないかな。これ行った方がいい？ないね。何があるんだろう、言った方がいいの。名前も表示されるし、あー、でも登録してる名前とこういうアカウント名、ツイッターとかのアカウント名と違うなら言った方がいいのかもしれない。の方がありがたい。別に全然言わなくてもいいんだけど、言ってくれた方がありがたいかな。うん、みっちさん、くまありがとうございます。書きました。ダメ写真の、ダメ写真じゃない、博多誕生会の。あったよ、リコちゃんの分書いた、その書きました。
かで名前覚えてほしいです。みゆちゃん、みゆですってめっちゃ言ってくれて言ってくれて最初に、あ、でも最初名前表示されるからね、オンライン役員会分かりそうだな、みゆちゃんって。言いますって。前住所書き忘れたことしんちゃんすった。あ、でもあったから、どうなんだろう、それあれ、なんかあれだって、なんかしてくれた人にでしょ、だからそれをしてくれたリストとして渡されたのかな、わかんない。でも送るときに住所ないって気づいたら見るんじゃないかな、メールとか。タワーレコードってかっこよ。めっちゃこの毛気になるんだけど、まあ、いっか。タワーレコード、喉というか、まあ治らないですね、あの熱出てからずっと。ああ、バイクが走っとれます好きですってありがとうございます。お腹空いたよね。ショールームして待って届く時間予想してた？それとも、いや、配信前に送りました。多分ちょうどよく、あ、よかった、メール見てきたって送っといてよかった。ふんちゃんは私服でへそ出しの服とかって着ますか？着ません、体が冷えます体が冷えます。ふんちゃんのカード出なくて済んでる。そのは自分がこうやってプレゼント渡してるやつと全身写真が出ました。何食べるん？サラダかな。最近チャーハンとカレーの食べ合わせにはまた、わ、なんかこれ前メールに来た気がする、なんかピラフとか、なんかバターピラフとなんかとか、なんかなんかの話をした時にいろんな組み合わせがね
目教えてもらった中にあった気がする。負の可動値あげるよ、交換してくれる交換してくれるならあげるよ、その同じレベルのやつと。あ、そうだ、あれ来たよ、ゆきちゃんも、あの墓誕生会のあのね、なんかたまたまなんか知らんけど、あのリストで来るんですよ、名前がバーって送ってくれた人の、あのりくちゃんとゆきちゃん並んできてと、あのなんか狙って投げたんかなってぐらい同じ並んできてたよ。お墓の出来はまあまあ強いから頑張ってます、ありがとうございます。ラビリンス自分で出てくるのってどんな感じなの？なんかあたら特攻で出てくるのはいいんだけど、他のやつはなんかいつまでこの写真使うんだろうって思う、早く変えたい。あんなに撮っといて買えないんだって思っちゃう。ラビリンス弱々だけど全然関係ないです、ありがとうございます。組み合わせ麻婆チャーハン、いや麻婆チャーハンはありそうじゃない、普通にお店に。報酬のソウちゃんの感動素晴らしくて、報酬は何だ、何のやつだろう、分かんない。オンライン約1年ぶりだから緊張してる。え、でもなんかあれだよね、割と、まあ、福岡に住んでる方ってことは会えてるじゃないですか、それでまたオンラインに戻るって不思議な気持ちですよね。あの回でボケてて投げるタイミングくれたよね、あれなんだっけ、何を投げてくれた人に、すごいの投げてくれたんだよね、みんなありがとう。でも今回はちょっとゆっくり時間があったので、いつもは時間なくて他のお仕事とかと思えばいろんなスケジュールがずれてるので時間があったのでゆっくり書けましたよ。 あとサイン変えました。ケーキか、そりゃそうですか、博多誕生会だからケーキが来るのか。本当にありがとうございます、皆さん。ちょっと長くてめんどくさくなっちゃって帰っちゃった、なんかちょっとね、めんどくさくなっちゃった、長くてごめんなさい。初見です、そのちゃん可愛くて最近大好きになりました、だってありがとうございます。みーたむちゃん可愛いアイコンありがとうございます、よろしくお願いします。ごめんなさいね、あ、声が4月のツーショット写真会、そのちゃんの4月ツアー4月だったよね。
その1週間後はさ、なるほど、夜ご飯作って食べてきたのでやっとショールームに帰った。偉いね。ただ膝痛い、痛い痛い痛い。そうだね、もう夜ご飯の時間だもんね。食べました？みんな今日がかわいすぎて見とれてたらカップ麺食べてた。うわー、カップラーメン食べたい。あれ食べたんです、この間あきちゃんと、あきちゃんとっていうか、あきちゃんと一緒に食べたわけじゃないけど、あきちゃんのお家で食べた。その前ね、ツイッターでね、多分いいね押してたんですけど、あのカップヌードルの日清のガーリックチーズフォンデュ味食べました。ずっと気になっ、なんか発売されるってのを見てツイッターでいいねだけしといて忘れてたの。めったに見ないからさ、そしたらたまたま2人でスーパー行った時に見つけて、あ、その日意味わからんぐらい食べてたんですよ、二人とも。そのは特に。だけど結局食べちゃった。めっちゃ美味しかった。じゃあ、あきちゃんがトムヤムくん食べてた。で、ちょっと半分こっていうか、ちょっとわきあいこした。最近見る、最近やっと、今日初めてコンビニで見た、セブンイレブンで。他は見たことなかったけど、スーパーとかでしか。美味しかったですよ、ガーリックチーズ。かわいい、このペンライト。タラさん、タラちゃん、タラくん、どっちだろう。かわいい。そのが白だから余計に目立つね。天ぷらの日だを知ってますよ。東京にもあるんかな。福岡にあって東京にないことなくない？多分。いつだったっけ？めっちゃ美味しかった。いつまでなんかは知らんけど。めっちゃチーズだった気がする。ガーリックとチーズが両方どっちも出てた。下手くそ食。HMV の予約も終わった。これでゆっくり見れる。ありがとうございます。違う違う、天ぷら屋さんの話じゃないです。カップラーメンの話。
夜もあったらご飯食べてすぐお風呂入ろう謎の決意。ここで福岡今日暖かくないよ。でも冬に普段の冬に比べたら暖かいかも。サイちゃんマネイルしてないんです。マニキュアはしてる。本当に最近の雑誌を見るとそのがすごく女大人みたいな確かに多いかもね。まあ年相応って言えば年相応なのかもしれないけど、そうなんか俗に言う厳しい寒さはあんまないかな。いやネイルね本当は月一したいんですけどね、ちょくちょくはいいただく入れていただいてる撮影で毎回撮るとなんかちょっと無駄な出費になっちゃうのでやってないです。だからネイルはマニキュアが多いかな。はじめまして、はじめまして。ゆうちゃん、くま、にこありがとう。ゲームグマなのかなこれは。ありがとうございます。メンバーで誰と一番喋りますか。わからないです。時と場合によるな。いいんだけどねネイル、結局剥がないといけないのでやってないです。あらポンサロさんありがとうございます。ありがとうございましたわ。ラビリンスもありがとうございます。そのが会社に送っときます、大量の何かを大量の何しようかな、大量のスタバ券を送りますまあネイルの大変さはネイルをしてる人にしかわからないのでいいんですけど、そうちゃんはクールなイメージです。そんなことないよ。ファミリースでそうちゃんのところが出たから嬉しい。おあれですか、プレゼント、赤いプレゼント持ってるやつですか。そう、
東京何部だったんだっけ、5、6ぐらいだったよね、部的に。ってことはもう今ぐらいに終わってた？え、そんなことない。今の時間だったよね、5、6だったよね。いやー、みんな今日何してたんだろう。もともと入れてない、あ、ソノに会う予定なかった方は普通の日かもしれないけど、ソノに会う予定だった方は今日何してたんですか、一日。みんないいですね。スクショ自撮りに、そう、あ、じゃあやろう、ツーショットか、イエーイ。こっちがいいか。ええやん。えで。さん、ありがとうございます。クマいい、ありがとうございます。本当にラビリンスして寝てを繰り返した。寝てツイッター見て、コンビニ行ってツイッター。行っちゃうよね、コンビニ。ポテチののり塩食べてました。わあ、もうゾウムジャンクフード食べたい。マック食べたいな。そうちゃんに会えなくなって一日中こたつで寝てた。そんな日もある。無理やりツーショット画像作ったから見てほしい。うん、見ときます。どこで見れるのかな。ツーショットできれば本当にいいですね。ね、あ、ダグエンバーさん書きました。博多誕生会の韓国語でもね、ちょっと書いたんだけどね、ちょっと間違ってたらごめんなさい。それはごめんなさい、気持ちだけ受け取ってください。なんか空いてたらもぐもぐ配信。そんなもぐもぐ配信なんて需要ゼロでしょ。なんか夜ご飯食べるんだよ。なんかさ、ピザとかさ、お寿司チキンとか食べてるだけないけど、ただあの大根とかいわれのサラダを食べるんだよ。需要ある？サラダだけ食べて。確かに一人で自撮りしなきゃだもんね、そっちが晩の方は。マックのスパイシーマックナゲット、あ、食べた、それめっちゃ前に、あれでしょ、チーズのソースがあるやつだよね。食べた、それとゴディバのチョコのやつ飲んだ。美味しかったん。あったよ、みんな心配しないで。ゆみちゃんもあったよ、書いた書いた。マックとムスどっち派？そのあまりてか
世の中的にというか福岡的にあんまりモスバーガーがないので、でもモスバーガーのあのバンズがパンじゃなくて葉っぱのやつは食べれたいなと思ってる。でもさ、結構ロッテリアも好きなんですよね。モスはポテトが揚げたてのイメージ。なんかモスバーガーはなんか野菜がフレッシュなイメージがあるかも。新鮮な、てか野菜多いイメージあるかもしれない。ね、あんま福岡ないよねモスバーガー。見ないの。天神とかないもんね。あるんかな。そうか、知らないだけ。ロッテリアはバーガーと、バーガーは好きです。あとあれも好きだよ、あのチーズ、スティックチーズみたいなやつ、あれめっちゃ、あれめっちゃ美味しいよね。あとなんだろう、なんかガーナのチョコとよくコラボしてるじゃないですか。あれもいっぱい好きです。シェイクも好き。あのロッテリアで一番頼んでるのシェイクかも。バニラのシェイクのバニラかな、一番食べてる、飲んでるんだろうか。シェイクのストロー細い。めちゃことね。タカさん、クマありがとうございます。ありがとうございます。本当に意外とファーストフード食べるんやな。食べないね、めったに。 なんかお腹すいた、マック行こうってはならないかも。ならない。なんか本当に気になる商品が出た時に、あ、それでもその時も一人で行かない。お姉ちゃんとかお母さんがいたら行くって感じかな。特にバーガーは食べないかも。カスタード、メープルカスタードパイも食べた。その3つを分けっこした。なんかあれ、回転焼きのカスタードみたいな感じでした。あれ多分回転焼きが伝わるのは九州のこっち側だけかも。福岡、佐賀、長崎ぐらいかもしれないけど、今川焼きっていうのかな、今川焼き、回転焼き、カスタードみたいな味でした。ヤングアニマルのアンケートにソムちゃんの名前書いて出すね。ヤンさんにも出してもらえるよね。あ、ありがとうございます。
大判焼きみたいなのもあるよね。こっちは回転焼きですね。あ、ソドラでは回転焼きって言ってるね。そうなんだ。ちゃんとしたの食べたいな。西日本は回転焼き。回転焼きだね、ずっと。たい焼きはたい焼きだね。じゃあでもたい焼きだもん、形が形がたい焼きしてるからたい焼きです。稲穂焼き、甘い系も惣菜系、ぶっちゃんまんじゅう的な、なんかぶっちゃんまんじゅうってそうなんじゃない、長崎でいうさ、なんだっけ、稲穂焼きがぶっちゃんまんじゅうっぽいよね。セブンに冷凍の今川焼きあるけど、いや、そっちもそれも今川焼きで販売されてます。今日ちょうど見た今川焼きってあった。あ、むっちゃまんじゅう食べたいね。やっぱハムエッグだよね。懐かしい、周年とかコンサートの時、周年が多いかな。周年になると毎年尾崎さんが差し入れしてくれる。あとなんかの初日とかそういうおめでたい時はね、尾崎さんがねむっちゃんまんじゅうを大量に持ってきてくれる。でやっぱね、一番最初になくなるのはハムエッグなんですよ。やっぱ人気。なんかめったにたなんか食べないじゃないですか、むっちゃまんじゅう福岡にあっても。だから尾崎さんが前いつも持ってきてくれるのが楽しみでした。でもじゃハムエッグが優勝だよね。あれはぜひ福岡に来た際にはむっちゃまんじゅうハムエッグ食べて、ハムエッグ以外も絶対美味しいんですけど、やっぱり王道になるのか分かんないけど、やっぱりハムエッグを食べちゃいます。なんかむっちゃまんじゅうっていうのがあって、まあ生地はなんだろう、あのみんなが言ってる今川焼きとか回転焼きとか、それこそね、たい焼きみたいな、そういう感じの生地の中に白あん、粒あんとかもあるんじゃないかな、こしあん、白あん、粒あんとかの中の一つの種類としてハムエッグっていうのがあるんですけど、それが大人気ですね。ハムエッグが一番
とりあえず福岡に来た際は言ってみてください。ダメだ、それ送って。うっちゃん饅頭券、ギフト券みたいな。めっちゃ美味しいですよ。わあ、めっちゃ食べたくなった。そう、あったかいの美味しいんですよ。チャーマンジュのお店にハムエッグのマヨネーズだけ売ってる。そうなの。確かになんかマヨネーズ、はい、マヨネーズ感ないよね。普通のマヨネーズみたいなじゃないよね。なんかあるよね。てか寒っ。なんか福岡の人っていうか、その人たちもお店に食べることはあんまないけど、そうやって差し入れでもらうと大人気だったイメージ。昨日県民賞でひょうたん寿司出てた。ひょうたん寿司もいつも人気、いつも並んでる。平日とかはそんなないかもしれないけど、土日とかめっちゃ並んでる。お昼時とかね、めっちゃ多い。わ、久々に行きたいんですね、私も。いつも人おり、あそこ。地元のお菓子とか、あ、そうね。例えばあれでしょ、通りもんとか。通りも美味しいからさ、買いたくなるよね普通に。でもなんか普通にお土産コーナーにあるのを住んでる人が買うのも。どうかなってなる。梅ヶ谷餅もさ、よくさ屋台とか出てるけどさ、太宰府に行ったら絶対買うけど、その辺の屋台では買わないかもしれない。通りもトーストしたりレンチンしたりするとうまい。へえ。ナイフで焼きたて食べるのが好きですね。熱々の。あ、めんべいとか美味しいよね。めんべい、さすがにお腹空いてくるよね、こんだけ話してたらね。博多駅の地下にある回転焼き、どこだ？探してみよう。博多駅の地下多いからな。めっちゃ全部地下じゃない、あれ。どこの地下ですかってなるよね。博多駅の地下にいるよって言われてもさ、どこの地下みたいな。お腹空いた。マジさん、こたつありがとうございます。じゃあ博多駅迷路、博多駅の地下からこの地上に上がりたいって願って上がっても違うとこにいるもん。
あれみたいな、違うんだけど、ね、何回言っても覚えられない。めっちゃトッポギ食べたい。天神はねまだいいんだよね、一直線だから。博多駅はねもう全ての商業施設が地下でつながっちゃってるからね、分かんなくなるんだよね。電池化はね、分かりやすいね、全部一緒だし。野菜たっぷりの小ラーメンいいなー、ラーメン食べたい。分かる、天気悪い時とか寒い時とかさ、地下歩いて、天地下とか歩いてるとさ、もうこのまま永遠に地下であれって思うもんね。全ての施設地下でつながっててほしいって本当に思う。今夜はそんな、Google マップ持っててもさ、地下にいるからさ、なんかマップも分かってないんだよね多分ラーメンに紅生姜、あー豚骨なら入れるかも、豚骨なら入れます。だから長浜ラーメンとかには入れるかもしれない、紅生姜。逆に醤油とか味噌には入れない、豚骨にだけ紅生姜入れる。紅生姜とごま、すりごまか普通のごまか、まあお店によってだけど。あ、長浜ラーメン行きたいな久々に。最後に行ったのいつだっけって。え、何ラーメンが一番好きかな。でもラーメン屋さん、ラーメン食べることないからな。なんだろう。やっぱ韓国ラーメン。ここに来て韓国ラーメン。でも外で食べるなら、なんだろう、まあ、食べる場所によるよね。どういう雰囲気のお店でラーメンを食べるのかにもよるけどね。
ならとんかつ、ちょっと高級めなラーメン行くなら醤油とかかな、味噌とかかな。いや醤油だな。立ち食いそばとか食べれる？そこが目的なら入るけど、そば食べたいってなってフラッと立ち食いそばには行かないかも。やっぱね、喋ると喉がね、まだ感知してないもんね、おかしくなりますね。屋台だいぶ前に行きました。雰囲気出来上がってると入れません。雰囲気出来上がってない方が入りやすいってことだよね。誰もいない方が入りやすいってこと。あ、まあまあでも別にあれだよね、屋台でもまあ一応別に他人だもんね。この話誰か何回しましたよ。結構してるよ屋台の話。その多分してるしてる、いろんな割としてる。タクシー乗ったらアメちゃんもらったことある。そのこの間もらいましたよ、先々週ぐらいに。タクシー乗ってたらガサガサってしだして、あ、これ絶対飴くれるやつやと思ったら、のど飴2個もらいました。これな、遠いから着くまで時間あるからあげるよっつって2個もらった。しっかりのど飴くれた。何を見破られてたのか。え、やばい、マジで寒い、終わろう。寒い。まあ8時から、でもマジで土日なのかわかんないんですけど、本当にカミレアが多いので、もういや全然別にカミレアだからといってやらなきゃいけないわけじゃないので、本当に意味のわからないぐらい土日はカメラが多いので、ね、やれる時で本当にいいので。うん、目に何か入った。お腹すいたな。なんかさ、食べなくても別にみたいな時にさ、でも薬飲まなきゃだから食べなきゃだよなってなりません？喉休めてね、ありがとうございます。なかなかね治らないもんですよ。なるよね。なんか別に自分の体は求めてないけどさ、薬飲んだらいいよねみたいな時とかさ、一応食べとくかってなるよね。
なんか特にさ胃薬とかあるじゃないですか。胃薬とかもさ、お腹系の薬ってそうですよね。なんか食べないとってなりますよね。まあそりゃそうですよね。いつだったっけ、あのさ、あの時だ、クライマックスの時にみんなはおかしいけど半分以下ぐらいが胃薬飲んでたみんな割とあれ若手炎だったけど、みんな本番後とか本番前とか胃薬飲んでました面白い。ね、朝悩むよね。なんか朝ごはん食べない人とかからしたらさ、朝飲んでくださいって困りそう。そう、来週の唐津号は収録です。だけども公演はない。もともと花さんの生誕だったんですけど延期になってもって。8時からカメレアだもんね。755でも話したんですけど、あのカミレアって一応言ってるけど、カミレアじゃない時にあのやった方がいいっていう人もいると思うので、中にはなのでそんなにカミレアを意識しないでいただいても全然大丈夫ですよっていうのを言ってました。普通にあれでも、レベル的に紙レア倒すより激レアとかそっちの方を倒す方がいいっていう方もいると思うので、そんなに気にせずにやっていただけたらと思います。難しいよね、そのもうラビリンス入ってラビリンスの存在を知ってそういう企画があるって言われたけど、なんかもう訳も分かんなかったもん最初何年か。そう、特攻なしでカミレア倒すのって赤髪の割と無駄になっちゃうかもしれないか、それならね別の倒した方が効率いいとかもあるので。最初の方はね、そうだからみんながカメレアですって言ってるのもあんま気にしなくてもいい人もいると思いますよ。そう、激レアとかその一個前のをどんどんやっていく方がいい人もいる。それなら別にカミレアの時間じゃない方がその敵たちがいっぱい出るから別にカミレアタイムにやる必要もないってわけですね。いつ投票したがいい？本当はね、普段だったらファンの方の作戦とかもあるからなんとも言えないんだ。でも今回はラウンド制だから1
回一回の投票に全部入れたがいいのかなと素直思うんですけど、どう思います皆さん。どう思います、そのラウンド制は順位によってポイントが加算されるので、なるべく上の方がいいんですよね。特に1回目は、1回目は特にね。なんでそうラウンド制なので、割とこう最初から上位にいたがいいのもあるので、まあ明日の17時に発表なので、どれぐらいのあれで反映されるのかもそのもわからないので何とも言えないんですけど、でも昼までに投票していただければ第1回目の中間に間に合うのかなって思います。そうなんか今ラウンド制のやつはみんなが言ってるみたいにスタートダッシュが重要なのかもしれないです。なんかそのも少人数のラウンド制はやったことあるんですけど、大人数ここまで参加者がいるラウンド制はそのやったことがないのでって感じですね。なので1回目どれぐらいに入り込めるかなと、わかんない。でもツイッターとかで見たら、そのラビリンスグループみたいなのもチームプレーもある、その方のあれ、まあ今日そうね、うちの理系女子を断然その意見でした。頼りがいがすごい、すごい頼れる。5位以内に入れるのがベストですね、最終目標的には。5位以内が天神の大画面前にボーンって乗るのかな。で10位までは他のとこにも、あペンライト、あこれペンライトみたい。そうなんかまだ1回目なんで何とも言えないんですけど、多分1回目は全部入れた方がいいんじゃないかな。でその思うんですけど、皆さんはどうでしょうか。多分そのより長い時間やってる方が多いと思うので、そうなんかさ、他のラウンドじゃなかったらなんかみんなさ駆け引きみたいなのやってるけどさ、多分ラウンドに駆け引きがいらないのかなって思いますけど、わかんないわかんない、そのは本当にラビリンスにそんな詳しくないので何とも言えないです。どうですか皆さん、アンデュー、みんながしてきた質問をそのはみんなに返す、アンデュー。てかリップかわいすぎじゃないこれ、すごい今更な、やっぱみんな先天必勝だって。
なので明日が明日の17時にあの出るので皆さんお昼ぐらいまでに投票していただけると嬉しいです。2月9日ぐらいが最終だったよね。あと何日やるの？10日？嘘、1、2、3、4、5、10日ぐらい、10日以上ある？9、まあ、10日ぐらいか。まあどっちにしたって上にいる方がいいのでね、頑張りましょう。そのもなんかそのはさ、こうやってお願いしかできないから、こうやってショールームとか SNS でしかみんなと一緒にできないんですけど、少しでもあれならあ、ちなみにリップはねエチュードハウスです。そのエチュードハウスのリップあんま使わないんだけどね、これは可愛くて買っちゃった。エチュードピーチジュリーティント、ピーチジェリーだったなんかね、これ発売されて発売されてすぐぐらいに買ったんですけど、あんま使ってなくて、けどなんかしっかり唇を保湿してから塗ったりとか、塗って3時間ぐらいしたりしてまた保湿するとか、グロスとか普通の保湿リップでやればめちゃめちゃ可愛い。定期的に保湿、塗る前に保湿したがいいし、塗ってる時も保湿したがいいと思う。コールミーピーチです。そうね、ピンクのリップはあんま使わないんですよ。オレンピンク単体の、赤単体とか、オレンジピンクとか、オレンジがかってる赤しかの方が多いとか、オレンジブラウンとか、ブラウンとか、あ、私多分ブルベじゃないのでブルベのは使えないので、これね可愛い、イエルハルって感じ、可愛いよね、めっちゃいい匂いするの。可愛い。そのが好きなのはめっちゃ保湿して真ん中だけ塗るのが好き。今は全体に塗ったけど。ではランキングを読みましょう。エチュードのリップをねあんま買わなくなったこの年で どれだっけ、どれだっけ、これか、ライブランキングか。13位ゆういち、しゅうおしさん、ありがとうございます。そして12位 RKP さん、ありがとうございます。11位みちさん、ありがとうございます。1位みみみちゃん、あ、1位って言っちゃった、もうダメだ、ごめんなさい、10位ですな、11位の1位言っちゃった。10位みみみちゃん、ありがとうございます。9位ダグエムバーさん、カムサムダー、ありがとう。8位レム太郎さん、ありがとうございます。7位ハーツさん、ありがとうございます。6位ケイゴさん、ありがとうございます。5位タカさん0925さん、ありがとうございます。あれ、なんか言っちゃった。4位マーシュさん、ありがとうございます。そして3位ユウちゃん、ありがとうございます。2位モリショウさん、ありがとうございます。そして1位ポンタロウさん、ありがとうございます。
本当に皆さんありがとうございます。ショールーム見に来てくれて。生活ペースを崩さないでくださいね。本当にまあ本当は今日ねツーショットで会えてた方もいると思うんですけど、悲しいね。ずっとツーショット楽しみにしてたから本当に寂しいんですけど、またね何も考えずに会うことは当分無理かもしれないんですけどね、少しでもね落ち着いてまたゆっくり会えればと思います。心配心配して大丈夫かな大丈夫かなって会うよりはね、少しは大丈夫と思えるようになって会うのがねいいので。寂しいけどね、公演もなくなっちゃったし。ということで皆さんありがとうございました。また会おうね、またショールームやりますので、バイバイ。直接でもオンラインでも会えるように楽しみにしてます。ありがとうございました。バイバイ。携帯から切ろ。バイバイ。